皆さん、こんにちは。今回は鬼殺しやっていくんですけども、今回でこの月曜日毎週鬼殺しやっていくのを最終回にしたいと思います。はい、もう有終の美を飾っていこう。最後、今日が最後。まあ、なんでこれ終わるかって話なんですけど、まあ、鬼殺しで7段昇段目指すことに限界を感じたっていう本音を隠していくと、まあ、もうちょっと鬼殺し使うための修行をしていきたいなと思ってまして、まあ、なんで一旦月曜日では、月曜日毎週やっていくのは終了にしようかなと思ってます。まあ、ただ鬼殺しファンの方、安心していただきたいのは、別に鬼殺しやめるわけじゃなくて、はい、あれです。ちょっと待って、手がわからん。角打つと角なられる。角なり同飛車金逃げ歩なり。いやー、チンパンか。まあ、こっちだけ受けとくか。角ならせて、なんか角とかで暴れられないかな。無理くせえ。無理くせえけど、ふーって同角。なんかもう暴れるか。まあ、そうですね。鬼殺し別にやっていくつもりなんで、まあ、定期的にこういう更新は月曜日っていうのはなくなると思うんですけど、なんかまあ、何かの折に鬼殺しは狙っていきたいんですけど、ちょっと早速困ってるんですけど、飛車浮いて、馬引かれて、死んでるね。角死んでるね。はい。馬引かれて死んでるね。はい、終わり。しかし鬼殺しは将棋が終わってからなんで、終わってからが勝負なんで、こんなことではへこたれへん。私、へこたれへんっていう、辻元清美さんのモノマネをしてる、島蔵 Z さんの最近、モノマネ動画が面白すぎるんですけど、吉本将棋部のチャンネルがあるんですけど、そこで、モノマネされてて、あれ面白すぎる。あれが面白すぎて、ちょっとやばい。で、銀出て、はい、なんか相手の方嫌な形になってきたね。なんか嫌な形になってきたね。あい、まあ、それは一回ちょっと銀引く？銀引いといて。でも、引いちゃうとな。引いちゃうと思んないよな。鬼殺しは。ああ、そういう歩突き狙って。引いちゃうと面白くないよな。引いちゃう。でもそれ玉の小瓶開くからね。かえって危ないよ。かえって危ない説ある。これ同銀とか行きたいけどな。歩突きなら同桂同飛車。まあ、それはさすがにチンパンなんでしょうね。歩打つようでは苦しいけど、まあ、これで歩突いて頑張っていこう。桂馬とか跳ねてどう？桂馬を跳ねて壁を解消していく。壁を解消。桂馬って何？歩突いて。あ、歩突くってこと？まあ、でも引いといて。はい、桂馬重い。はい、桂馬が止まってる。これが鬼殺しの力。歩は同銀で、あ、角をぶち込んでくる。でも角で受かってますね。はい、受かってる。皆さんこれ、それ取られるのは知らない。それを取られるのは聞いていない。はい、受かる。はい、受かるちゃん。はい、受かるちゃんですね、これ。完全に埋まるちゃん。これで銀引いといて。いやー、それ硬いか。それがカタカタの方か。まあ、逃げるしかないけど、逃げるんじゃな。それは、ああ、それ飛車取りか。なんでそれが飛車取りやねん。おかしいやろ。取って。5五桂。5五桂。5五桂。え？それ銀とか絡んでうるさくね？さすがに。歩打ち同歩同。歩かなー。同歩同銀。どう？どう？どうよ。気持ち悪いでしょう。それって何ろ？いや、それが詰めろじゃない。それが詰めろじゃない。それが詰めろじゃないと私は言っていきたいんですね。歩打って。取って同金飛車。銀埋める。いやー、知らん。もうしょうがない、しょうがない、しょうがない。取る、金の方はね、玉寄って絶対詰まないから、そっち取ってくるんですけど、同金で、飛車に銀埋めて頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう。これ相手玉結構怖いからね。次、歩成りから詰めろやからね。ワンある。ワンしか来てない。ワンしか来てないぞ。取ってきたら歩成り、玉逃げ、金取って相手玉必死。こっちの玉は詰まない。強すぎる。はい、鬼殺しの力。いや、鬼殺しやっぱ強すぎ。うわー、それがな、実は怯えてたんですよね。それ恐れてたんですよね。いやー、取って。王手飛車。同玉は金です。いやー、それは取って。飛車打ちから詰めろだと思いたい。飛車打ち、合駒金して同玉飛車の中からガラガラガラって攻めていけば詰むと思いたい。詰みを読み切った。詰みを読み切ったと思う。それ。これ金捨てて詰みですね。馬効いてないよな。飛車なって金合駒に金捨てて、同玉風で。で、逃げるしかないんですけど、金打って。詰みですよね。逃げるしかない。はい、罪。はい、はい、強い。はい、鬼殺し強い。やっぱ鬼殺しと共に生きていくしかないのか。実は。
いや、ちょっと待って。お願いします。負けてる方、この方。まあでも先手番引いたから、先手番引いたら勝ちなんで、桂跳ね。鬼殺し、鬼殺し。今日はちょっとソラリュー鬼殺しで有終の美を飾りたい。最後ぐらいはソラリューでいこう。最後ぐらいはっていうか結構やった気がするけど、歩ついて飛車回って、いやー、どうなんやろ。飛車回りまして、いやー、回らせてくれない。桂馬を取られる。はい、皆さん、最後にこの言葉忘れないでください。桂損は、はい、栄養ですね。将棋始めたらまず覚えますよね、桂損は栄養って。うん、入門書に載ってる、入門書に載ってる内容なんで。これなんか歩同銀やばいかな。同銀でやばいか。いや、引いてきた。通った通った通った。飛車取るかは結構悩ましい。あえて馬を作っておくっていうのもある。ここに角なられ、いやー、ちょっと馬作るか。ここに角なられんのきつい気がした。あとこっち取ってもらうと、なんか8三歩とか、なんかそういうちょっとエロティックな攻めができるような気もしたんですよね。次飛車ぶつけちゃおうかな。これぶつけちゃうか。もういない、いないやろ、これ。この飛車。同飛車な、同馬なら同銀で。ああ、もういな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 い。飛車打ちには金寄りで詰むんで。いないいないいない。飛車なんていらんかったんや。飛車なんていらんかったんや。これ取られんの嫌。桂馬取れるけど、歩な。ああ、一回なり捨てて同銀に飛車走ろうとしてる、この人。いやー、それは角を打つのか、歩を成るのか、何なのか、金を上がるのか。でも金上がるとちょっと、っていう感じはするね。8三歩とか打ってみたいね。でもそれ取られるね。歩で同歩なら角があるかもしれないけど。いやー、どうしよう。飛車取ると同金。飛車取ると同金。そこで歩なる同銀。2分じゃないね。こっちとは手が分かってないね。いやー、なんかなんか打った。いやー、これ、飛車走られたら終わり。飛車走られたら将棋終わってる。いやー、走られた。ちょいー。角打って？いや、別にそんな聞いてないか。歩打つのは取られちゃうんよな。もう桂馬取りたい。角、いやー、角打つか。これ歩でどうすんね。歩で角逃げて歩ついて取れるけど、飛車取られますけど、飛車的に。なんか切って同金銀意味ないか、別に飛車なられてきてか。いやー、そうよなー。いや、強い。強強の強ね。あ、そう取ってくんの。まあ、一回銀使っとく？竜取り。竜取りおじさん。竜取りおじさんかましといて、まあ、飛車中としては竜取れたら勝ちなんで、まあ、受けてくると思うんですけど、いやー、そうかそうか、そう。まあ、もう取るか。ちょっとこれ銀逃げると飛車なられて2枚飛車が浮かんないんで、この時に桂馬を用意しとかないと死ぬかなと思ったんで、死ぬ死ぬの死ぬかなと思ったんで、一回用意しといて、いや、死ぬ死ぬの死ぬなんですけど。死ぬ死ぬの死ぬで強者打って。いや、絶対銀打って攻めやってくるやん。やめろ。うわ、それは許されたんじゃない？馬引きとかでどう？なったら同馬。はい、飛車中、飛車取れそう。飛車中なのに飛車が取れたら勝ち。いや、それはもう引くしかない。早く取りたい。いや、やめてや。そんな、なんで、そんないじめてくんの、僕のこと。ひどい。東京ドーム、このバベルの塔、バベルの塔を傷し、もう噛んだわ。取って、銀、銀痛すぎる。いや、何それ。取って、同金同桂は尻金で詰み、お尻で詰みなんで。香車がトゥメロになってないかな。香成同、あ、香車トゥメロか。強者トゥメロなら、ここでトゥメロが来なければワンチャンある。それトゥメロ？それノットトゥメロでは、あ、桂成り同桂金でトゥメロか。銀打つか。でも桂成り同銀同香成同玉で桂馬取られて、おー、ダブつかなー。それ受けて。いや、まだ参る。いや、もう参ない。あ、でもまだ参る。まだ参る。まだ参る。まだ参るよ、これ。
あ、ま、なんで今同飛車って取らへんかったん。一見竜あるやん、バカ。死にたくないでござる。死にたくないでござる。死にたくないでござる。死にたくない。やめろ。20秒頑張れ、俺。20秒頑張りゃ。頑張りゃ。頑張りゃ。なんか怒れ。嘘でもいい。インチキでもいいからなんか怒れ。もはやインチキでもいい。え、これさ、こうは？はい、うぇ。あ。はい。2曲目いきましょう。はい。2曲目ですね。いやー、そうか。1曲目な、買ったからな。ちょっとこの勢いで、うん、行きたい。1曲目買ったから、勢いはいいよ、今日。勢いは、お願いします。後手番ですね。お願いします。はい、3、4、3、4。振り飛車党の方。振り飛車党の方ですね。桂馬跳ねて。あ、違う。待って。ちょ、タップミスした。そこ、桂馬の行くところやって。桂馬の行くとこなんですけど。ちょ、出バランとって。角ごときが。角ごときが出張ってくるんじゃないよ、と。そういうことですね。相振り飛車。はい、相振り飛車。これが孫ことなき相振り飛車ですね。やばい、ゲップが。ゲップ大先生が。ちょっと囲う。何にしようかな。相振り飛車なら美濃囲いでもいいかな。相振り飛車の、いやー、その桂取り受けにく。ふ、ついといて。もう桂なっちゃった方が良かったかも。角道止まっちゃうから。同金で。そんな真面目なことを考察しても、鬼殺しにおいてはもうしょうがないみたいなところはある。とりあえずここまで囲って。とりあえず囲って銀使っといて。とりあえず銀使ってこう。将棋は駒使ってこう。それ同歩同銀飛車回りで結構空取り受けにくいんじゃないの。あー、桂打ちがね。桂打ちが両取りですね。桂打ちが両取りですね。って言われて。まあ、しょうがない。そんな。美濃囲い。皆さん、これが美濃囲いです。新時代の美濃囲い。覚えていただけましたでしょうか。まあ、これ結構飛車走り気持ち悪いんじゃない。結構かゆそう。結構かゆめじゃない。この走られる手の見せられるの。かゆかゆのかゆって感じな気がするけど、走っといて。いやー、冷静。冷静ですね。こっちも冷静なろ。冷静なっといて、冷静なっといて。一回冷静に角使っといて。まあ、筆逆に固まっちゃったかな。固くしちゃったかも。逆にね。これ、桂馬で？あ、角引かれるやん。バカ。角で引かし飛車なり受けられる。なんか角逃げたら飛車なれると思ったのに、角引かれて飛車なり受けられる。気づくな。なんで気づくね。おい、なんで気づくね。気づくなよ。気づくなよ。あれだけ先生と気づくなって約束したでしょ。あれだけ角引きには気づいていかないで生きていこうねって先生と約束したのに。いやー、ふー同銀でどうするんやろ。角なって飛車取られるけど。あ、でもそこで一回飛車取りと変わるか。てか、それは歩ついて。あ、銀か。同角、王手やんけ、おい。同角に飛車なりたいけど、王手なんですけど。将棋が終わってる。お将棋が終わり散らかしている。それは同角で、角なりが王手じゃないんで飛車なれる。はい、飛車中間期。飛車中間期。それは？まあ、一回筆我慢か、もう桂馬取っちゃうか。まあ、筆我慢かな。ちょっと直通おじさんは耐えきれない気がした。我慢。銀で取れる、次。うわぁ！押し履きにご所望された。押し履きご所望されてる。角とか打っとくと、攻防風に。攻防風カニ玉で。攻防風カニ玉か、一回銀打ちかに玉か。角とかで詰まされても文句言えへんけどな。まあ、玉上がって耐えてると思うけど、文句は言えないね。いやー、そう。これでも一回金冷静に、あ、引きはね、取って、どうなんですか？一回金埋めるもあるからね。角をなんか攻防風に置いておきたい、設置してみたい気もするけど、意味がない。意味がなさそう。ちょっと一回金埋めるか。ちょっと銀打ちからの多分詰めろぐらいになってたと思うんで、それはかわして、川島さんで。この川島さん渋めじゃない？1分30
俺渋い丸タコ書く書く、どこに書く打つかな、なんかこのラインに置いとくと気持ち悪い気がするんやけどな、相手の方としてはブッチがあるから、ブッチだけ、そこに受けるのはまあ一回桂馬取りますか、これは一体何を狙っているんでしょうか、これも意味わからんな、桂成狙ってるけど、それ同銀同桂成同金で寄ってんの、駒もらえたら嬉しいよ、こっちも4八銀いった、同金同角成同金銀で詰み、角もらったら詰むでしょう、相手玉角成同銀で詰まんの、角逃げ金同桂金同桂、これ詰まんことが世の中あんのか、これがつまん世の中が存在するのか、嘘だろおい、同金は銀打ちで詰み、金打ちはいやダメか、ブッチ同銀角、酔ってつまん、桂打ち同歩、うわーつまんのかこれ、嘘だと言ってよジョニー、いやジョニーなら嘘だと言ってくれると信じてたのに、いやー分からん、同金は銀で詰んだ、相手玉詰まんねや、同金で金張り付いてくるね、同金ならやっぱり銀で詰み、いやそうっすよね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 そうっす、もう詰ますしかない、同玉同玉、詰まんのこれ、わからん、銀で、いやワンあるけどな、角でなって、いや詰んだ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 、銀打って寄って金で逃げて桂で詰み、逃げて桂まで詰みよね、上馬効いてるからね、よし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 、危な絶対負けたと思った、まあ多分最後正確には積んでなかったけど、まあいいやお願いします、よし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 、早いしだ、6段かよ、もう6段とか得て、鬼殺し鬼殺し鬼殺し、はい時間使ってる、はい桂馬、金なんて想定済みなんで、いや時間削ってるよ、いや鬼殺しの勝ち方思い出したわ、それ時間削るんやった、最近忘れてたな、その鬼殺しの勝ち方、最近鬼殺しの勝ち方忘れてましたね、金飛車研究積んできてるからね、なかなかここの歩をつかないのもポイントよ、でとりあえず囲ってとりあえず囲ってとりあえず囲って、いやーこれどこ、いやーちょっと早めに歩つくとかもあったけどな、まあこれそろそろつくか、そろそろついていこう、いやもう歩で暴れよ、歩で暴れよ、暴れる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 くん暴れるくん暴れるくん暴れるくん、銀引かれてわからない、風ついて暴れていく、風つき毒風同銀からなんかごちゃごちゃしていく、うさんくせえうさんくせえよ、同歩風同銀、なんかこれ玉の小瓶空いてるから角打ちの王手かどっかで気持ち悪すぎる、全部受けてくる、全部受けし男なんですけど、取って同金、ちょっと一回玉寄るか、でも風とか抑えられてダメか、金、金はさすがに危ないでしょ、それはちょっと人の顔してないよ、てかまあ角出とくぐらいでどう、角出がちょっと受けにくいみたいな、そういうことない、いやーそれで微妙か、ついて突き狙う、でもなんか風とかでいじめられちゃうか、風は回って、もう4筋に命をかけていこう、4筋に歩打って、これな角の方取られるな、同金なら歩突きが1本厳しそうですけど、1本満足バーって感じですけど、いやそうっすよね、ちょっと強いて、いい加減にしてくれ、なんでそんな強いんや君は、なんか歩とかでなんとかならん同歩歩同銀金みたいな、もうなんかやっていくしかない、取られても自信ない、いやー、歩打ち同銀飛車走りは銀引かれるか。あ、待て待て。あー、違うか。歩同銀金。取られて取って同角飛車走り。
構でもなんとかなるんじゃない、こっちの曲硬いから。もうなんかブッチブッチのブッチ三昧でもう脳死、脳を殺せ、脳を殺していけ、俺の屍を越えていけ、脳を殺して生きていけ。はい、銀で飛車中落つ、取って飛車で、はい銀取り受けにくい、はい銀逃げたら金取れる。え、これ割とマジでペースなんじゃないマジでペース切ない、マジペース切ない。これ竜逃げ銀成りとかあるし、うわーい、そんな手を狙っていらっしゃった。桂成りがある、同玉だ、どうなんで同玉なの、なんで同玉で取ったの。同銀に桂馬、同銀に桂馬打たれると思ったけど桂馬持ってなかった、あるよ竜で、これ角成り、金、金打たれたら詰みかで、引いて金とかで詰みか、いや詰むのか、うーん、まあ詰むか、そら詰むか。なんかここ受けれてないの、でもここ受けてもここ狙われるんよな、もうつまんって言うしかないわ、もうつまんって言うしかない。逃げて、はい、つまない、はい、不合が効くんですね。同馬で取られるですね、同銀は頭金で詰みですね、はい、逃げて、頭金で詰みですね、はい。なんでそんな嬉しそう、いやちょっと待って、最後勝ちたい、最後勝ちたいな、優秀の美を飾りたいんですけど、優秀の美を飾らせてくれよ、鬼殺し。後手はなんでここで恐怖の救急車、達成率ごっそり持ってかれる、ごっそりになんですけど、桂馬跳ねてエフェクト出ないし、早いしだ、相振り飛車、いやー達成率ごっそりに説ある。これ角成り同飛車で横歩とか取ると角打たれるかで、角打って飛車に、まあ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 、うわー、これまあやっぱ角打ってくるんや、最近の人は、最近の人は角打ってくるんですか、あ、てか角が嫌ですか、あ、許されましたね、一回金上がって角打ち受けとこ、許されましたね、角打って意味ないか、金とか上がっとく、あえて中住まいにしてみる、最後に新境地を開拓しよう、中住まい、あ、これにたどり着いてしまったか、歩突きは、なんかこういうの結構歩が嫌なイメージなんですけど、同歩同飛車とかで、いいいいいい、受けにくい、受けにくいんですけど、てかもう相手の方の反射神経がもう人外、人外の反射神経してるんですけど、まあ角かな、これ歩突かれたらどうするやろ歩突いてなんか桂馬動くと飛車取りになっちゃうんですけど、うーん、取ってきたら、いや取って、同飛車歩で取れないの、いや飛車ここ、あ、そこ、そこ、そこか、桂馬跳ねて飛車引いて取ってなって歩、いや桂馬、あ、違う、桂馬跳ねて歩取ったら歩で歌たたれるよ、取ったら歩で取られるよ、いやーきつい、いやーちょっと勘弁して、勘弁してほしい、いやーでも取る以外が見えない、歩打たれる、なんやねんマジで、銀で使っていこう、これ同金角取られる、くーい、ちょっと待ってよこれはダメボロボロすぎる、ちょっと待って待って、さらラスト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 、ラスト1回、ラスト1回、なんで後手やねん、もうなんで後手やねん、しかも6連勝とかなんか強そうやしさ、しかも袖飛車やしさ、袖飛車が一番きついんよ、鬼殺しは袖飛車が一番きついんよ、歩突かれて、まあこれでも角で、なんか今日取れた、今の銀で上がるとあのあれ、桂成れたんでいいですね、香車打てますね、銀積んでますね、まあ、桂馬打てば受かるけど、そんなんしたくないでしょ、はい、飛車使っていく。飛車を使うだけの簡単なお仕事。いやー、今取っちゃった方が良かったかな、取って同期に馬寄りとかで飛車詰まして、圧かけといた方が良かったかも。今思うんですけどね、私も。この年になって、そう思うこともあります。いやー、そっか。ちょっとなんか、しくじって、てるな、逃げるのはなり桂寄られて嫌でしょう、同銀も同角なり嫌すぎる、まあでも取る方がまだしもかな、逃げて、
これどっかで桂馬が玉頭&飛車頭狙いおじさんになってくるから、で同飛車同馬な、あ同歩同馬なんで、これもう飛車打って、いや銀で飛車中なんで飛車取れば勝ちよ。うん、飛車取れば勝ち、飛車取れば勝ちなんで、いやー痛いそれがあるか、もう手が全然見えてないわ。飛車銀両取りですね。まあ取るしかないでしょう。歩なられて終わりすぎる、うわ終わりすぎるんよ。開胸飛車で頑張れない。いやー、え、それ金で逃げられて何もできんか。え、同玉で、まあそこで逃げんのか。くそー、なんか焦って飛車で逃げる手見逃せ、なんか見逃せ、何かの過ちを起こせ。逃げる、逃げるな、なんで気づくね、なんで気づくね。タレフ、タレフ、将棋はタレフ、将棋からタレフから始まる異世界生活、タレフから始まる。これで逃げて頑張れてない、もうタップミスに期待するしかない。相手の方の実質、いやこれでぶつけてここ補強して、同成桂なら同金で駒補充できるからね。それ取られるやん、それ取られるやん、僕の命のと金を、命の母 A が取られた。金上がって、いや完璧、厚みか、これ同歩取れないですね、一見流なんで。あた銀か、これどんだけ減ったんやろ。最初が 12. 点何倍やったから 3% ぐらい。いやーでもにしても今日勝てんかったな。なんかいつももうちょっと勝ってますよね。いやー今日もう分からんけど勝てんかった。いやーちょっと優秀の美を飾れなかったんですけど、まあ一旦なんかもう口が今ごちゃごちゃってなったな。あの一旦月曜日毎週っていうのは、終了にしようかなと思います。まあなんか不定期でまあ上げることにはなると思うんですけども、まあ特にライブとかはまあやると思いますけど、ライブでやることはあると思いますけども、はい、まあちょっと修行を積んでいきたいと思います。鬼殺しの研究をさらに深めて、強くなった鬼殺しを皆さんにお見せできたらなと思います。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。よければ高評価コメントをいただけると嬉しいです。ありがとうございました。